くずくてめえは楽しましてくれるぜ。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことはかなえしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえ、バカ野郎。
またこれや。後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は国道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。はあ、本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。